こんにちは、遠坂絵里です。今日は気になる住まいについて私が調査していきます。遠坂さんが訪れたのは富山市藤の木にある西友建設のショールーム。西友建設の方では世界に一つの家作りをモットーに、お施主様からご要望を一からお伺いしまして、完全注文住宅でお家作りをさせていただいています。お客さんに合わせたこうデザインで作っていただけるっていうのは非常に魅力的だなと。これに加えてもう一個おすすめというのが、実は建物を建てる工法にございまして、はい、その名をダブルB工法と言います。ダブルB工法、はい、ダブルB工法とはダブルブレス、つまり住宅が2つの呼吸を行うことで快適な住環境を保ち、住む人の健康を支えます。こちらご覧いただきますと、一見同じ箱のように見えるんですけれども、はい、右側の方絞ったタオルが湿気を逃がせず、だいたい湿度でいきますと 80% 前後になっております。一方 WB 工法、壁紙の方が湿気を通すようになっておりますので、だいたい 50% 前後に抑えてくれます。ですので、こういったまあカビ、結露、はい、一切発生せずに健康にお住まいいただける、まさに換気扇いらずな工法になっております。ポイント2つ目としましては、そちらの逃がした湿気を自然とお家の外に逃がしてくれるような通気口がついております、はい、温度に応じて勝手に閉じてくれるようになっております、通気口のおかげで気温に応じて壁の中の空気を調整することが可能に。壁と通気口の働きでお家の空気を自動で快適にしてくれるんです。空気きれいにするために空気清浄機をつけたりとか、換気扇回したりだとか気をつけてはいるんですけど、そういったことをせずとも綺麗な状態を保てるのがすごく魅力的ですね。遠坂さんの金メダルポイントは？私の金メダルポイントは、空気が循環する家。お家で過ごす時間がとても長いので、勝手に空気が循環して、そして私が何もしなくても常にお家の中が綺麗な空気で過ごせるというのがとてもいいなというふうに思いました。西友建設の住宅見学をご希望の方は、ウェブフォームまたはお電話からお申し込みください。